じゃあ続きやっていきます。うん、いますね。うん、でもご主人、一つ不安があります。はい。さっきは物で試したけど、人とか動物相手にやったことないからちょっと怖い。霊なんて思念の塊みたいなものだし。うん、いいの？お、強そう。うん、あの人とはそういう関係なわけね。あ、教えてくれ。その人にとって印象的な出来事は読みやすい。やるね。はーい。大丈夫、誰にも言わないから。うん、うす。ちょっとごめんね。ご主人、お手を拝借。うん、ああ、そうだったのか。車、ありがとう。この子を通してこの土地に残る思念が流れ込んできた。強くてどす黒い誰かの嫌な感じがした。ごめん、もうやりたくない。あー、すいません。うん、指が当たってしまった。
マジか。どうして？まだ止まらって開けてない。ああ。自分の気持ちを代弁してくれる人は？遺体の場所を分かったのに。うん。飼い主の子に？帰らない。私もいる。しんどいことは嫌だけど、仲間外れはもっと嫌。うん。うん、難しいよな。まずこのなんでそういうことが分かんのかからね、説明しないと。うん。はい、なかなか戻ってらっしゃらないので。あ、来てくれたのか。もうすっかり。よかったよかった。ああ。誠様の初めてのお役目です。最後まで見届けたく。はあ、ありがてえ。はい、ありがとうございます。ああ。ん？知ってた？猫も焼き餅焼くんだぜ。かわいい。半分猫なの。にゃーん。最強。ご主人。ん？ああ。葵、わかりました。うん。でもいいですね。もしかして今日も小太郎のことを探しててくれたんですか？うん。ああ、本当にありがとうございます。そろそろいい報告できればよかったんですけど。
うー、辛い。どこに？ここ？ところにいたんだね。わかんないよ、もう。こんなに怪我して痛かったね。暗いところで怖かったね。こんな狭いところで耐えてたんだね。一人でずっと、ずっと。ごめんね。ごめんね。見つけてあげられなくてごめんね。こんなところにずっと一人にして。動物の葬儀をあげてくださるお寺がございます。弔ってあげませんか、みんなで。お願いします。
さい。本当は私の家に一緒に帰るのがいいと思うんですけど。ああ、言うのか、ここで。ああ、やっと呼ばれた。仕事？怒ってるのかな？だから私に会いたくなかった。くれました。私も救われました。あのまま小太郎を一人ぼっちにしていたら、私一生自分を恨んでた。ありがとうございます。ありがとうございます。小太郎を助けてくれてありがとう。鏡さんは私の恩人です。
ありがとうございます。厚かましいと存じますが、誠様に一つお願いがございます。ん？いや、すみませんでした。いや、喋れないでしょ。何も言えねえ。いや、予想はしていたけど、思った以上にちょっとあれだったっすね。ちょっとじゃあこの辺で一旦切りますか。お疲れ様です。